チロキシンはね甲状腺から分泌されるね甲状腺っていうねあの内分泌腺から分泌されるホルモンで、ね、ホルモンだからもちろん血中に分泌されますよ、ね、血中を流れる情報伝達物質がホルモンですからね、チロキシンは甲状腺という内分泌腺から分泌されるホルモンで、ね、全身のね代謝を活性化します、ね代謝を代謝を促進します、ねいか反応、分解反応もねあの促進する、促進するなんて言われたりもします、チロキシン。 で一方、この副甲状腺という場所、ね、副甲状腺というのはね、あの甲状腺の,、ね、あの後ろの面に埋もれて存在してますけど、ね、こんなちっちゃな副甲状腺という場所、ね、副甲状腺という内分泌腺からはパラトルモンという、ね、別なホルモンが分泌されます。このパラトルモンというのはね、あの結晶中のカルシウム濃度を増加させます、結晶中のカルシウム4濃度を増加させます、ね、骨から、ね、カルシウムをこう引き出すんですね、骨って、えっと、カルシウムイオンを預けてる銀行みたいな感じで、骨からカルシウムイオンを、ね、溶け出させて結晶中の、えっと、カルシウム4濃度を上げるんですよ。で 結晶中のカルシウムの濃度を上げる。 ね、そのためになんかね骨からカルシウムが、ね、なんかなくなっちゃって怖,く怖いと思うかもしれないけど実はね血液中にカルシウムイオンって絶対必要でカルシウムイオンっていろんな生命現象のねもう鍵となっているイオンで例えばえ筋肉の収縮とかあとね血液凝固ね血液凝固にもカルシウムイオンが必要なんで、ね、そのカルシウムイオンが不足してくると、ね、パラトルモンが副甲状腺からね分泌されて血小中のカルシウムイオン濃度を上昇させるわけですね。このパパララトトルルモンね カルシウム取れるよパラ取るもんなんてねあの覚えちゃったりしましょう。